えっとまあ、配信者さん、えっと、深くは触れませんが、配信者さんといらっしゃいますので、インターネット等に自分の声何字が残る可能性があります。配信者がいるのこのままルール説明に入ります。よえ、何番の人が、誰だ配信者さんなんですかごめんなさい、ちょっとそれはそれを考慮して、ちょっとあえては言いませんが、誰だよ出てこいよので、それでもよければ、このままゲームルール説明入りますが、 避けんな誰だよ出てこいよ。はい、ではすみません。ルール説明です。立ってる、えー、配信じゃなくてよ。ランシロ部屋です。ランシロ部屋、えー。チャット考察はし,し、ね、メタ発言はちょろっとだけあり、えー、暴言誹謗中傷は即釣り一、即釣り一です。うらない師さん初日高等2二日目チャット、二週目からチャット解禁で使用 c じを、二、えー、週目からチャット解禁で行きます。暴言誹謗,、えー、暴言誹謗中傷は 即釣り一、皆様よろしいでしょうか。夜光モードにしよう。目に優しいモードでね。ねブルーライトカットはね。けよし、じゃあやります、ね。ちなみに僕はその人。大好き。いつも勉強してるよ。ゲームスタート。素晴らしい入り、ありがとうございます。んがおーーよっしゃ。ゲームスタートです。<な>身分を確認してください。狼出るって言ったでしょ パッション人狼で行きます今日はパッションでね勝っていこうと思います夜が来まパッション人狼や目を閉じてください、うん、よし今来たんですけど怒りは何だったんですか何怒りあ怒ってたのいやなんか勝手に配信してる人がいるらしくてこの村に誰だよマジで 名前は伏せるって言ってたけど、その人に配慮して。さっきんじゃねえよ。っ手に声流すなよ、マジでよ。誰だよ、配信とかしやがってよ。そういうな、配信とかしてるから、この人狼殺手使われるんだぞ、分かってんのか。誰だ、おい。出てこい、新社。さっきんじゃねえかマジで ちゃんと許可取れ、許可を。やだわ、インターネットで世界中に声が流れるなんて。朝が来ました。納得できないわ。昨夜は誰も死にませんでした。一番。のプレイヤーは発言してください。よし。はい、一番占い師でした。 えっと、9番さん、乱白で失われて村人陣営でした。はいえー、初日の1周目の一番最初なので、それしか言えません。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、私、霊能者です。私、霊能者です。うん。初日1周目、もうちょっと発言してほしかったですけどね。一番さんの印象は悪いとだけ言っておきましょうか。9番さん、白、把握です。うん。私、霊能者ね。私、霊能者です。 そうだな。まあ、進行論というか、まあ、霊能者なんで、あの、霊能から手をつけるってことが多いと思うんです,ですね。二だったらね。うん。そうなった場合は、しっかり、あの、審議を考えてほしいかな。まあ、ローラーって、霊能ローラーってなることが、まあ、多いと思うんですけど、対抗出てこないのが一番いいんですけどね。で、えっと、絶対に、あの、ちゃんと審議をあの考えて、どっちから釣るかっていうのを考えてほしい。発言でしっかり残してほしい。 それが自分の白証明とか、あと黒さとかもね、わかるから、しっかりに考察として落としてほしいです。どうしてローラーはやめてください。玉田、はい、さん、どうぞー。3>, 3番のプレイヤーは発言してください。うん、はい、3番ですし、4番何もありません。やべえ、今、<laughs> ね、一瞬自分が強靭かと思って、占いでようかと思っちゃった。危ねまあ9番さん白、把握しましたが、芯 <laughs> だったのに、まあ、強靭になりきました,、まあ、たい。な感じだったんですけど。 一番最初の人がなんか占い師出てたらなんか対抗出づらいみたいな、<で>一番さん CD 言ったら嬉しいかなとは思ってますね。で、まあ、2番さんの例の c i も把握しました。法人だと思い込んでた。対抗が出るのをちゃんと見越して、そこと僕の発言をちゃんと見比べてくれっていう意思が伝わったんで、まあ、2番さんもシーンだったら嬉しいな、まあ、1番さんと2番さんがとりあえず連なんかトントンって c i 出てくれたんで、どっちもシーンだったら嬉しいなって思いました。 はい。ああ、あと、狩人は、ああ、まあいいや。はい。まあ、それぐらいです。どうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい。えー、村人陣営です。仕様は特にありません。1番が9番に白だし、2番が霊能、3番が薬なし。僕も、まあ、薬なしですね。はい。把握しました。はい、えーっと、まあ、とりあえず1周目なんで、あんまり言うことはないかなと。 思いいますねはい、うーんこれから対抗が出ていくにつれて、まあ、レイロラのこととかも2番さん触れてましたけど、どうなるのかな、うん、まあ、真偽っていうか、まあ、その人だよね、まあ、その人がどんな態度するかとか、どんな発言するかっていうのがやっぱり重要になってくるんじゃないかなと思いますうすの声もでかい,でかののでかいこれ喋ってて大丈夫。以上です。5番のプレイヤーは 発言してくださいはいお願いしますえー、っとそうですね一番さんからは触れていくと一番さん九番さんシロって言ったけどあの一番さん目線全然九番さんの狂人って全然追える位置だからまあその辺のえーまあケアもあーぷつぷつだマックス狂人ああごめんなさいぷつぷつ申し訳ない ちょっと一旦助けりますね。そう一番さん3番さんの巨人目線もあありがとうございます。あしかもあのありがとうございます。光栄です。<laughs> えっと、そうあるから、それもちょっと難しい。2万3 0 0別にあれだけどね、決め打ってもいいけどね、ただし両方とも白い、両方とも黒い場合だったらやっぱ、レイロラするっていうのは安定だと思うけど、うん、別に僕は決め打ってもいい派なのでいいかな。 カリーまあ別にカリは俺も出てきてはいいと思うけどねただそれは占い師の何人出てくるかにもよるけど四番さんはグレー、はい、結局5番さんルームマスターで配信者の人がねもしかしたら。 お部屋にはいるかもしれないんで、それで、大丈夫な方って排除してくれたのに。の結局すかせんやん。はい、おはようございます。初日の一週目ですね。よろしくお願いします。私が真の占い師ですね。ランダム白八番さん把握お願いします。八番さん白いですよ。で、まあ、一番さん、おそらく人狼じゃないかなと思ってますね。うん、やはり超人気局って人狼が出ることが多いんで、一番は人狼だと思います。まあ、今のところ二番さんしかまだ霊能者が出てないって感じですね。うーん、でね。 例の決め打ちって言ってたんですけど、もうこのまま出なかったらそれでいいかもしれないですけど、いや出てから決め打ちっていうのは、もうよっぽどの芯が取れない限り、僕はもう、例のはね、ローラーしたいですね。僕は安定進行を望みます、ね。うん、狩人度、狩、ま、人、あ、出てきてくれるんなら出てきてくれた方が次の占い先がね、減るんで、僕的にありがたいんですけど、役職者に任せます、そこは。 うん、3、4、5、今のところ、色落ちなしですね。はい、以上です。7番のプレイヤーは発言してください。 はい、おはようございます。自分占い師です。占い師使用します。アンダムシロの結果、四番さんにシロが出ています。四番さんにシロが出ています。いいえー、でまず一六の考察からすると、まあ、順番的には六の方が狼かなって思う。六が一位を死んだと勘違いして出てきたのかなって思う。六が狂人だったら出にくいのかななんて思っています。なので俺は今日は六、えーまあ、から釣りたいと思う。 ていますで、えー、グレーの考察、グレーの考察、3ごめん、5、4、4は白で出てて、5番さんがね、うん、ちょっと追加、なんかふざけてるのかふざけてないのかよくわかんないんだよね、そこがちょっと気になるところ、のかなんか例の決め打ってもいいっていう <laughs>、えー、強気な発言をしつつ、えー、な1は9の、えー、強人ケアしてほしかった。 うん裏でこれ言うはあの不の占い、うん、僕も、うん、言わないけどなそんなこといちいち言わなくても分かるしなんか5番さんよく分かんないなっていう感じ、うんまあ、僕は今日一番お金がある6番さん釣りたいと思っております、まあ、現在はそんなところかな以上8番のプレイヤーは発言してください 日ロクラの生産については私たちは分かりませんね、正直。うん、まだ2週目の発言も残っているのでね、うんまあ。7番さんは、うん、出てくるメリットがないと言えたら、まあそうなってしまうんですがね、盤面,盤面だけで審議を取りたくないかなって感じ、俺はね。うん 俺的にはなんか7番さんが言ってた5番さんに関しては、5番さんが一番印象良かったけど、印象が良いっていうのは、1番さんっていうのは言うことがないので回しますって言ってるけど、もうちょっと占い師として言えることはあったのじゃないかなっていうところですよね。だけど、別に1番さんの新芽が落ちたというわけではないので、2周目、しっかりと考察を聞きに行きたいかなと思っております。167の精査だったら正直まだついていません。はい、2周目。 でいこうかなまあ万名精査でしたくないけど精査でいったらならばその白くなっちゃうよねっていう感じかな6は絶い,、ね、い発言を聞いて決めたいのでまだ決めておりますねまた6が真かな6神1強6神7狼がすごいな,なのプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます村人陣営でしたで今1、6、7が占い師を2番下が例のを把握しましたでそうですね順番に挙げていきましょうか 一番さん、さすがに最初とはいえ何もなさすぎる。判断ができないかなっていう感じです。まあ、白は出してもらっているが、真にも正直見えていない。2番さん、まあ、おめでとうございます。真格でですね。で、3番さん、特に6は。二三、えー、は真だったら嬉しいのは、1は2の言う通りの、うん、狩人はまあいいやみたいなじだけど、僕は狩人出てほしいですね。もう、2週目なんで、僕が終わった後でもう出てもいいんじゃないかなと思っているチャットでね。で、追加します。 3番さんは僕、別に印象良しも悪しもない。どっちでも言える発言かなと思って四4番さん、かっこいい位置なんだがうん、役なし、3もなし、1目なんで言うことない。その人の言うことは大事。本当にローチしねえなって感じですねで。5番さん、9は強靭ケアをすべき。まあそうもも、ね、もっともない。2、決め打ちでもいいが。で 借りていいよね、で、4、はいと。まあ、雑に触っていった感じだけど、まあ、一応全体に入ってるんで、9代点かな。そんなに俺もたく要素ではないかなと思って。で、6番さん。例能ローラーしたい。例、ま、能、あ、ローラーしたいっていうのは、後に出てくるものに伝えたかったのかという話にも見えるが、まあ、深い読みかな。6番さんは、うん、そうだね。で気になるところは特にないかな、俺は。うん。七番さん。 気になるのは345、ごめん4話みたいな。4をちょっと一瞬含めてしまった。これは出演なのかどうか。そういう意味で8番3は7新名と言ったら、僕は7はその発言で下がってる、新名は。なんで16制作さえやっぱば6が新名なのかな、現状はね。2周目の発言聞いてからと思うが。なんで6ちょっと新名、7新名下がったな、超人すごいしっくりくる。73オオカミ、6シンがくく、はい、私目線はもう67が来るので、あと今回は、 6、占い先。えっ、ー、と、どうでしたっけ忘れちゃいました。まあ、それは別に聞かなくても、私が真の占い師なんで、え8まあ了解です。まあ、それも多分嘘なんでしょうね。私目線からしたら六七が黒なのでね。なので、六、えー、から先釣っていきたいと思います。多分ね、えっ、ー、とね、六から釣る、ね。私ね、この村、教人いるの忘れてたわ。 うん、多分この夜私噛まれると思いますわ。うん。では、2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、私シーン確定していますね。私シーン確定するので進行していきます。まず、カリウドは出てきてください。えっと、チャット気にしちゃったかな。カリウドはまたこの後絶対ターン回ってくるから絶対出てください。カリウドは絶対出てきて、絶対出てきてください。占い幅を狭めるためです。 で今,日の釣り今日の釣り位置に関しては絶対に芯がない人から釣っていきます一番理想的なのは釣った人が黒色ですえっと黒ストップってやつですね黒ストップっていうのが一番理想的ですが私は 3, 3人占いが出た場合は一番芯がない人から釣っていった方が絶対にいいと思ってます黒ストップを狙って芯を落とすよりもえ確実に芯がない人を釣った方がいいと思いますでまずもう今日の時点で釣るのは絶対1番1番さんね 最高が誰なのか分かってない。それから6から釣る。これもよく分からない。理由もない。そこで1番さんから釣ります。まあ、把握漏れかもしれないですけど、まあ、1番さんは残しておけない。要は1番さんから釣ります。もし6、7番さんが1番さん以上に新名がなかったらそこに投票してもいいですが、現状は1番さんに投票します。仮は絶対出てね。はい。で1番さんのこの生存意欲のなさ。まだ狂人がいるの分かってなかったっていうのも、まあ、ちょっとメタク発言ではあるけど、 生存意欲のなさから単純に考えると自分が強人でえ釣られに行ったのかなっていう印象はあります。で、えっと、1番さんと6番さんは自分より後の発言に、え後の発言の人に白を出してるんだよね。特に6番さん。6番さんは、えっと、残り3人しかない中で8番さんに白を出した。これ、狼だったら、8番さんが裏いで出たとき結構やばいんだよね、うん。っていうところから、えっと、6番さんの狼目はない。狼目はないですよね。 1>, 1番さん、強人、6番さん、C、7番さん、オオカミが割としっくりくる。3番さんがカリドに振り落としてやめたのは、カリドで自分自身がカリドなのか、あるいはオオカミなのかって感じ。1番、強人、6番、C、7オカミ、番のプレイヤーは発言してくださいはい、えー、っと、何でしたっけ今日一1番さんずりでしたっけはい、じゃあ1番さんずりみたいなんで、とりあえずじゃあ。 一番考察しやすい6番さんと7番さん,かんかりじゃないかどうだろうな,なんか6番さんは、まあ、まだ7番さんが出る前に占い師を出てて1番さんが狼だっていうふうに明言してたんですけどえじゃあ巨人どこなん 僕は単純に思ったんですよね自分より後に出てくるでかもしれない CEO とかもう全く度外視し,して1番さんが狼や義だから狼だってうふうに決め打ってたのは何でだろうなっていうふうに単純に疑問に思ったんであんまり6番さんの印象は良くなかったですねでかといってじゃあ7番さんが新っぽいのかって言われてもうーんまあ出しやすいよな4番さんみたいな喋ってるしなみたいな うん、どううなんだろう8番さんが言ってたみたいに、一番なんかもうそのメリットがない位置から占い師の仕様が出てるっていう意味で、7番さんが白だ、まあ、シーンだったら、まあうん、楽ですよね。1番さん、シーンだったらもう僕はやめ、もうすいませんって感じです、本当。でちなみに僕がなんで狩人に触れてやめたかっていうと、正味占い師が何仕様出ようが、狩人は出た方がいいってなるんだろうなと思ったんで。 やめました、うん、で、なんか2番さん謎に僕が村じゃなくて、狩人なのかもしくは狼なのかって言ってたんですけど、僕はただのスム村ですね。申し訳ないです。ってな感じですね。僕はそういうふうな考察です。はい。それにしても出るべきだったら言ってもいいです。認めて,てください。はい。ここに来て僕狩人使用します。僕狩人なんで。はい。まあ別に狼さん対抗してきてもい、はいですよ。 全露出するんで、ねはい、えっと、まあ、6番さんと7番さんの占いに関してですねはい、まあ、7番さんは僕を占ってしろまあそれは納得できますねぼ僕目線からしたらでもね6番が8番占ってしろって言うじゃないですか8番もでも結構狼には見えないんかなと思って囲いは初日ないんじゃないかなと思います うんだから、グレーの中に1匹と占いの中に1匹いるんじゃないかなと思います。僕目線は1番狼で67がわからないって感じかな。えー、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。チャットルームじゃないからコメント通して会話しないでください。<laughs> プツプツかよ。あ,あ、プツプツはねえ、乗った。 うん、一番さんで、ね、多分強人でしょう。生存意欲なさすぎでしょう。真の占い師だったとしたら。一番さんっつっても、<coughs> 二番さんは多分白しか落ちないと思うよ。俺、狼やっぱ七番さん、あ、二番さんが言ってたけど、七番さんやっぱ俺、狼で見える。てか、なんでその俺、 人一番さんが9今日もあるからって言ってるのが村目じゃないのかなってできる限りの俺は真の占い師だと思うところに対しての情報を落としたかったからそれを言ったけどそれが村目じゃないってなったらっていうのはあったかなあ、うん、7が9でしょうんいや俺は釣りたいの7番さんか別に俺が殴ってきたからじゃないけどその殴り方があまりにもなーっていうのがあったんだよな6 6番さんが死んだと思うけどな。わ、うん、かる。ツイッターとかチャットルームじゃないから、自分のこととか言わないでください、ね。で、コメント同士で会話しないでください、ね。そろそろブロックしますよ。コメント返信した人も。6番のプレイヤーは発言してください,、はい。2週目ですね。よろしくお願いします。 そうですね、1と7がもう僕を釣り殺しに来ようとしてるんですよね、うん。だから俺はね、9番さんのね、囲いが見えた7番人狼が出てきてるのかなと思ってます。ね。だから俺、7九人狼かなと思ってます。7九人狼1強人かなと思ってます、ねうん、僕目線はしっくりくるんですよね。うん、2番さんが言う通りね、あの、1番は生存意欲がないでしょう。だから俺、強人やと思いますね。これ。で俺 9が白なんでしょうこれ、1番さんの。それを知ってるのが7番。7番は人狼でシーンを取りに来たのかな。出るメリットがないでしょ、あなたにはかなりあったのかもしれない、ね。なんで俺は9番が怪しく感じてますよ。1番が狂人、7人狼。9も人狼やと思ってます。今のところね。はい、以上です。7番。のプレイヤーは発言してください。はい、ということで。 えっと、そうだな、僕、えー、今日一番さんずりになるのか、まあ僕釣られなかったら、まあ死に残るからいいけど、一番さん多分強人だと思います。あの生存意欲のなさ、かつ、うん、なんかよくわからん発言。オオカミだったらなしでしょっていう、<laughs> 黒出たらオカミほぼ終わりだからね。うん、まあそっちの方が楽なんだけど、一黒だったら。で、俺、九番さん、一番俺白く見てるけどな。 9番さんは一番視点が広かったと僕は思っている。で、狩竜は出てきてほしいっていうのを一番最初に言ってくれた。っていう点で俺9は白いと思っています。6番さんはなんか7球に従ってあげようとしてるけど、ん僕は、うん、違うと思う。うん で、3、5、うん、3、5だったら俺3の方が黒いかな。今日3、5番さんはなんか6番さんとがっつりライン繋げてきて、3番さんはなんかやや僕にすり寄った感じだったのかなって思うけど、これで単純に5、6っていうふうには僕は見えないかな。うん この 3CO において、オカミっていうのは初日はライン切りするものだというふうに僕は考えていますから、どちらかといえば5かよりは3の方が怪しいと思っている。8番さんは、なんか未だにわかんないなっていう感じ。一瞬目聞いた段階では普通の発言だったかなっていうふうには思っている。現在の考察はこんなところ。6の相方として現在濃厚なのは3番。 次点8か5どっちかなっていう感じで9番は一番最初置いてますそんな感じです以上8番のプレイヤーは発言してください167に関しては正直新名がなさすぎるかな俺からしたらね悪いけど 1>, 1番さんに関しては2周目もほとんど1周目と変わらず全然発言性生存力なしでしょ。6番さんに関してはもう露骨すぎるあの考え方がうん。それまでのグレーの人らが7が怪しいって言ってるからそこに叩いたっていうようにしか見えないで。7番さんに関しては9番さんが白いっていうのは正直よくわからないうん。なんか全体的になんか。 それって別にオオカミどもできるからさ別にそんな白くはなくないかなっていう感じかな俺からしたら9番さんが一番白かったっていうのはない俺はない、うん、ぐらいかなうーん167正直難しいなでもまぁやっぱ1番さんの1っていうのは生存よくはないから1番さんでいいと思うよ俺っていいよねうん、まあ日人目高いのかな生存よくはないっていうことは人狼だったら生存よく高いからね、うん、だから67どっちか人狼でしょっていう感じで1、うん 9番のプレイヤーは発言してください。8の発言が一番一部を除いて白いと思った。まず、<う>今グレーの中で一番おかしい発言をしたのは3なんだよ。3の発言、ちゃんと聞いてたのは、俺3は何を言ってるんだと思ったよ。今日は一番3、次みたいなんで。いや、それって決まってないでしょう。で、強人はどこまだ3、使をしてない場面でって6は誰でたけど、6もこれに対して反応しないんだよ。 6の段階では、まだ、ね、1しか出てないでしょ。だから 3CO で強靭1位って言って探す必要はないんだよ。で、人道をに見てるって言うんだから。なのにわけのわないと言い方したんだよ。で、その後の、つむら CO。あの、チャット CO やめても、チャットの考察やめてもらっていいですか。ざます。で、3の言ってごらん、意味不明。で、今みたいなルール違反をする。まあ、焦ってんでしょあ。追加します。で、6は、それを言われたんだよ。 6がおかしいって。なのに、そこに触れずに俺を叩いてきた。その視点でどうなのと思って。7が言う通り、俺3、6のラインが濃厚に見えた。うん、で、8番、3は9が白くないと。お前黙っとけっても。だから、言ったけど、まあ、俺は確かに白くない。だって、グダ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 全然増えただけだろ。あただ、ね、3はどうなのっていう ?8 は3に増えないんだよ。8がいの能力があるんだったら、3の傘に気づくはず。で、それに増えなかった。まあ、4はまあ、約束だから許してあげるけど、 5,6,7,8. 何なんだこいつはって感じ。1は全く新名がかけらもないけど、6,7は全体的に新あるるかだから8の意見に一部同意っていのはそこ。うわい全部ダメってことだ。で、で俺黒い位としては6あるんじゃないかなと思うよ。3に触れない。自分が戦えたのに。だから俺今日6行ったよ。それが理由。で、5はまあ普通、村置きできるかなと思ってで、3はもう真っ黒。今一番ラインの語で見てる。だから俺6つって色みたいなと思ってる。以上。 投票を始めてください,ああやだいや「人狼ジャッジメント」っても結構何ていうか主役が毎回変わるからそれもありなのかなとも思いますね。その尋問ガヤがいて喋る人が一人だけっていうのもんか面白そうかなって今6にこんな投票集まるんだ。 1>, 1番 1> 5も6のプレイヤーは発言してくださいはいはい私真の占い師で生存力がないから殺された、はあ、私的には237が人狼6が強人で見てる、ね、2と4対抗ないから真 67占い師の発言新七に投票すべきだよ、ね。私が真の占い師。どうやっても真に見れないです、ね。マジでクソやな。<laughs> めっちゃキレてる <laughs>。めっちゃキレてるけど。今朝選ばた目を開けてくでした。急に切り出すやん。 急に切れるやんこわ 今日お陣で見てなったら6に投票する理由がよくわからない朝が来ました昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言してください91しろワオワオちょっとわ うん、3いやなんかお互い,いやなんかぶつけてきたって感じだね単純に。6。あ一番怖えのはあーでもな多分次噛まれるよな2番さん。そうするともうこれ決め打ちぐらいの感じだよね。 うん、ああそう昨日六6番さんに入れたのは7に行くっつって、ね、6番さんに入れたのは一番なんかしっくりこなかったかな発言次の発言で聞いてなんかふや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 してった白確定そうするとそうね9じ、うんろう3ちょっと発言聞いて決めるかな俺今段階では投票できないこれ6番のプレイヤーは発言してください はい、二日目ですね。よろしくお願いしますね。はい、九番さん、人狼人営ですね。はい、確定です。一番さん、あの生存力の良さから、強人確定ですね。これ、白出てるんですよね。はい。じゃあ、七九で終わりです。はい。七九番でした。あとは全員村です。三番さん、黒出されてるけど、あなた村人なの、僕は分かってます。七九で終わり。一、強人七九で終わりです。ありがとうございました。 7番のプレイヤーは発言してください。 はい。ということで、えっ、ー、と、3番さんを占って黒と出ました。えー、占った理由としては、6黒軸で見てて、6さんが一番濃いと思ったから、これは昨日も発言しました。で、見事に黒が出たっていう感じ。で、6番さんの2戦目上げとくけど、7級、まあ、見るのは結構ですが、えー、どういうふうに、どこがラインがあるんですか、理由を言ってください。うん、なんか後出しみたいで、ちょっと後はじゃ悪いけど、まあ、そこに攻目上げておく。まあ、今日は、 どうするのもう6、7、どっちか行くんだけど、まあ、当然6番さん行ってください。もう6、3で終わりです。うん、で、3番さんの、えー、黒目、昨日も上げたけど、えー、あやふやしてるプラス、なんか俺にラインつなげてきて6番さんのことをぶったたき。うん、ここを普通のライン切りと見ました。うんおえー、3、4番面で、うん 最初っ端からラインつなぐ狼なんていねえのかなってって初手はライン e c が普通かなって思ってまあこれは昨日も言いましたがそういう考えのもっと3番さんが一番濃いなと思ったっていう感じかなはいまあ今日は6番さんいってくださいそんぐらいですかね6三で終わりです以上8番のプレイヤーは発言してください 7番が占った理由はわかる。6番が占った理由も言ったっけもう ?6 番も7番もう難しいなこれすごい新芽がいないっていうのが相当難しい。まあこうやった言い訳になるからね。1番さん、ま、も結局死人には別に。あ、でもまあ、うん、人外は俺は見てる。人外や見てる。悪いけど。で、まあ、必然的に。 私と5番さん、ああ、わかんないのか、そうか、そうか、白くはなく、確証にはなんないけどうん、そうだな、でも正直ね、9と3の発言を聞いて、そっちに決めようと思う。うん、別に9番さん、3番さんに関しては、チャットコンサートは本当にやめようって感じ。ぐらいからキュるうー。9と3の発言を聞いて、6番どっちかに入れると思う。うん、どっちが黒かったと、そっちの方の、占った方に入れる。あ、白かった方に、ああ、ちょっと待って、ごめん。9番。 き、まあ、昨日の投票ではっきりしてるから、説得すべきは、霊能さんと八幡さんだと思うんで、その2人だけに話しかけます。昨日も僕言ったけど、ちゃんと発言聞いてくれてました。三万さんは、昨日の発言でこう言ったんです六6番を叩いてたよね。強靭がどこって。それも完全に前の人の便乗なんだけど。でまだ3、4を言ってない場面でそれを言ってるんだよ、ね。6番が対抗を、尾が見えるのは、このエュレーシギンだったら普通なんだよ。 で、それをされたにもかかわらず、まあ、4、5と触れずに、6番も触れないと。で、なぜか俺を叩いてきた。まあ、完全に前の流れで、7を叩いてる流れに乗った、で、9でのラインのつなぎ。で、8番さんこれ、違和感わからなかったの。で、俺はもう、それで、6をおしいなと思ったけど、それまでは6の方が締めに見えたから7がちょっと出現があったから。 全然だって3のラインがロコ厚だったから3占になって黒っていうのは俺すげえ納得できるよ今日はもう決め口だ,だからほぼ強靭確定ラを1はつれてるから、まあ、7残っ三3なるけど両占いの黒と両占いつるのはないから4つないからだから決め口なんだよだから63つるか79つるかのもう2択なんだよ村はこれは8 5 2 に訴えかけてるまあ俺もうここまでいって分かんないんだったらダメだけどね6の発言ひどかったでしょパッションもあんまなかったけど事実だけポンポンと言って終わりっていうあれで指名取れると思ってんのかな今日6入れてください以上です 2>, 2番のプレイヤーは発言してください えっとまず釣りですね。釣りは絶対完成してください。これ聞いて。聞いてね。絶対にローラーは完成してくださいね。ローラーは完成。絶対釣り切ってください。今日は6か7に入れて、明日は絶対6か7の残った方に入れてください。これ絶対ね。これ絶対よろしくお願いします。で、えっと、そうね。79か79か63ですよね。 9番さんの主張おかしくないですか ?9 番さんは3番さん、3番さんが6番さんを殴ったりがよくわからないっていうことで3番さんを黒く見てるんでしょよくわからなくないですかだって、えっと、6番さんが出た時点で狂人を追わずに1番さんを狼で追うのは自然なのに、3番さんの6叩は不自然って言ったんでしょでも9番さん目線は3番さんと6番さんは同陣営のはずですよね。なのに、 なのに殴るこれよくわからないうんそれで黒要素を見るも3六2狼硬いんでしょだったら何どう何が言いたいのかよくわからない3番さんが6番さんに殴ったから何なんだって感じだよねうんで6番さんの9番さんが黒いって言ったのはねすごく全然わかない、うん、説明が全然なかったからもし生き残ったり遺言だったりでしっかり言ってほしいかなうん 今んとこね、7級におかみに見てるかな。1番さんは死んでもう見ません。理由としては、6番さんのことを強靭、7番さんを黒と見ていたのに、6番さんに投票してるから。うん。これはよくわかんない。自分が黒いと思ったとこに入れるべきだよね。あ、うんな綺麗、綺麗、ね、る時間があるんだったら、自分の死名を上げてほしい、ね。今日7に行こっかなと思ってるねうん。7番さんは、あ、そう、七番さんはね、えっと、カイズって出てくる。 で9番白いって言ってたけどね、それが不自然だったかな。最初に彼に出て行ってたのは5番。3番のプレイヤーは発言してください、はいえーと、なんだろうな、まあ、とりあえず九番さんに言いたいことは、まあ指定っていうシステムをなんか何をなんか吐き違えてるのかなって思っちゃいましたね。九番さんが言ってることなんかうん、どうだろう、8割方よく分かんなかったんですけど、とりあえずなんか僕がおかしいこと言ったみたいなんですけど。 僕の単純な疑問が間違ってたのかなえー、どうなんだろうで、まあ、言おうと思ったら2番さんが全部言ってくれたんでよかったです。はい。まあ、なんか7番さん釣り、霊能が言ってたんで、まあ、そこ指定でいいのかなって考えてます。僕はまあ、それくらいかな。7番さんのラインはまあ、9番。次は9番釣りたいけど、まあ6 7、6釣って9番釣りたいっていうのが、まあ、僕の今のところの方針というか、まあ、気持ちかな。それくらいですね。はい。

6、自分に投票 ?7 番のプレイヤーは発言してください。はい、ということで、6番、6番、自分に入れてんのこれ何してんのアホだな、6番。<laughs> で、3番さんも分かるでしょ。うーん。あのね、指定したから僕に入れんの違うでしょ。3番さん目線って僕、偽じゃん。うーん。もう3番さん混乱してるのって、皆さん分かりますよね。 そうなん、ねうん、まあ、えー、2、5、8、うん、もう、白のとこ、全部から僕、入れられてるから、ちょっとここのね、覆さないと、本当に負けるんだけど、さんまさんの発言って不思議ですゃ 皆さん、しっかり考えよう。もう1万さんのシーン、皆さん切ってますよね。もう発言から聞いても。うん、もう切れるレベルですよね。じゃあ、1シーン切って、僕か6万さんどっちかがシーンってなったら3か9、どっちかがオカミなんですよね。じゃあ、3級を単体制覇したときに、3番さんと9番さん、どっちの方が変なこと言ってるかって話です。3番さんは、今日2番さんが指定したから僕に入れるって言ったんですよ。おかしくないですかどう考えても。3番さん目線は僕が偽なんですよね。 で、6も6でおかしくて、なんで自分投票してるんだっていう。うん、このオオカミさん、ちょっと頭悪いなっていう感じ <laughs> ごめん。今の暴言じゃないからね、うん。まあ、そんな感じです。まあ、そんぐらいかな。うん、もう皆さん、分かったと思います。うん、3と9。どっちの方がオオカミなのかっていう。で、どっちの方が村なのかっていう。自信なのか,か、これ、まあ。2、番さん、さまあ、番さん、今日。 多分かまちゃうけど5番さん8番さんねじっかり考えてくれ明日絶対6番さん行ってくれあもしこれで明日9番さん行こうもんならマジ負けだからね明日絶対6番で3番以上夜が来ました目を閉じてください今朝選ばれたの目を開け人狼でした 強靭なのかな

昨日なんか7番さんが最後言ってた、その、そううのあなた目線7、儀でしょうみたいな。いや、もそもそも占いの真偽の話なんか一回もしてねえしって話なんですよね。正直言っちゃうと、一番さんのなんか、初日の最後の遺言的になんか、もうなんか、うん、あれ義で切れてたら、この人ってなんか人間的にやばくねって思っちゃってるんで、僕なんか一番さん真なんじゃないのって思っちゃってるんですよね。正直なところ。うん。なんか、一番さん真だったら、 なんか、67の結局、結果ってあんま意味ねえんだろうなと思って、あんま聞いてなかったんですよ。なんか、6番さんが僕のことを村人って分かってますよって言ってたけど、いや、1番三振じゃないとあんな切れなくねみたいなふうに思っちゃってるんで、ちょっとメタですけど、なんでまあ、あれですね。なんか、7番さんが最後、これおかしいでしょ。あ、寸人郎や、これが。おかしいもん、奥さんも。君はおかしいもん、君がおかしいんだよって僕は思っちゃいましたね。 で、なんか僕が単純に今日思ったのは、霊能の人が噛まれててっていうのって、どうなんだろう、現状残ってるのが、あと残りワンウルフなのかなってふうには思ってます。7番さんが噛まれ、なんか釣られ,釣られて、で、2番さんが噛まれるってなって、7番さんの色が黒だからこそ、霊能がいなくなった方が都合がいいっていうふうな感じで、っての噛みだった。 だから僕は7番三黒だったのかな。じゃあ6番三って強人なのかな。だから1、進六6、七7、黒で今僕は見てますね。今日の釣り1は話聞かないと分かんないですけど、まあ、とりあえず僕の占いの内訳は1、進6、強7、黒。五番。ボイス人狼ならではですね。切れちゃうかいやー3番さん、それはもう俺追えないぞ。そんなのも。 どうもね、1番さんが結局、死んでやろうが、今日でやろうが、あの、追えないよ。で、6番さんは、昨日の、なぜ自分投票かをちょっと説明してほしい。どう考えても間違えないでしょう。7三黒とかあるのかな ?3 番さん、今頃1番さんに触れるっていうのは遅すぎだよ。やっぱ6三か、これ、単純に。単純ってわけじゃねえけど。 まあでもちょっと2番さんが言ってたそのローラーはする予定だけど今の3番さんやっぱ聞いて6三だよな死んだ人間で今さら芯を追うかいそれ投票入れてるしねだって6三だで、ね、も、まあ、とりあえず今日は6つるよ6番のプレイヤーは発言してください皆様にしっかり説明させてもらいます 僕なんで自分に入れたか言いましょうか。だって仕事終わってます。だってもう分かってますもん。だって芸能者が一番死ろって言ったんですよ。こ教人が分かってるんですよ、僕目線は。だって僕真の占い師なんですから。でしょそれがなんで真教人が分かるんですかわかるでしょ僕。それでも自分投票は、ね、いかんね。だから、792って終わりって言ってるじゃないですか。 3番さんは白いでしょこれどう考えて3番さんめちゃくちゃ白いじゃないですか。こんな叩かれであなたなんで僕のシーンを追えない ?3 番さんめちゃめちゃ白いっすよ。ほんとに。はい。5番さん。3番さんめっちゃ白いじゃないですか。もう3番さん叩くのやめてあげてもらっていいですかねもう3番さんは白なんですよ。もう7級で終わりです、これ7。7級で終わりです。 僕、釣らない方がいいっすよ、もう。9番釣っ,ったら終わりますから。確実に。はい、確実に終わります。はい。9番さん言ってください。これ、自身6強。だから俺今6番目線は9が白いのは割と分かってるよね。9、1、2、4からない。ってて見えわか,かりますな ?3 はめっちゃ白いでしょ。3はめちゃくちゃ白い。何回も言ってるきません。3が一番白いっす。はい。はい3番目がは一番白い。はい、以上です。 8番のプレイヤーは発言してくいるんです6番さん大丈夫ですかさんさんは全然白くありませんでした。はい、今日は6番さんとにね、意味が言ってることがよくわからない。えー、6番さん、三番さん、自分の発言にはしっかりと、今日、神だったらーのこと、ね、新がなくなりますからね。うん これで6さ、うんなんかもうね六番さんのもともと親身はなかったけどねなな正直発言から、うん、最後の発言も結局親身がない3番さんの発言もなんかよく言ってることはわからないもう6番さんしかないの1番さんのシーンは追わなくていいのもう今日は6番さんなのわかるかい3番さ、うんあなた本当のシーンだったらあ村人だったら本当にちゃんとした発言してほしいけどもあのごめんなさいもう6番で追ってますはいもうダメですはい以上です9番のプレイヤーは まず2番さんに回答しておきましょう。あつまり、3番は6を疑ったんだよ。そしたら、6は真だったら、3の発言に違和感を持つでしょ。わかります。だったら3を叩くはずなんですよ。それをしない。つまり、3のライン切りに対して、6は3をかばったんです。濃厚なラインでしょ。なぜこの思考に至らないんですか。昨日7を釣った村は、反省した方がいいよ。 で、6の自投票の意味も全く分からない。オオで,で、3の厚言もむちゃくちゃでしょ。オオいや、もうこれもうね、村に言いたいわ。なんで昨日7をつったのって。オオカミだからです。まあ、それだけかな、言いたいことは。投票を始めてください。まあ、でも7、9もなさそうだな。9はでも、白いな。まあ、僕が、内訳分かってるからっていうのもあるけど。 7クロを知ってるからだ,だっていうことは分かりますけど6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは発言してくださいそうですねまあ僕を釣っても終わらないのは分かってましたよね皆さん占いローラーは絶対なんですもんね まあ、してもらってもいいんですが、だから僕何回も言ってるでしょ。これ、髪なしが番のか。が八番さん、三番,番さん、あなたたちは白いんですから。ああ、そっか。白。紙なしはあるのか。のあなたたちはホワイト。ホワイト。九番は。ブラック。九 <laughs> 番はブラックです。はい。九番さんを倒せば、村は。確実に勝ちます。三番さんが一番白いじゃないですか。何言ってるんですか。 そんな3番さん叩かないでくださいよ。3番さんが一番白いでしょ、どう考えても。1の芯までしっかり折ってるんですよ、この人。すごいじゃないですか。3番さんが一番白いですよ、どう考えそれを無理やり589で黒塗りしてるでしょう、あなたたち。ダメ。5番さんも8番さんも白なんですから。9番さんを殴ってください、もっと。もっと9番さんを殴ってください。おかしいでしょう。ね。 僕、新浦ない師ですからね。もう、頼みます、ね。皆さんどう、どう予想しますか終わりですはい、9番、絶対つってくださいよ。ね。村の皆様、3、5、8は白。はい、もう確定してる9がすごい白いと思ったな。確定ですで。僕は9番という黒を一発目のあれで見つけてるんですよ。何を 今更らこれ1九露骨だったじゃないですかこれ1はです1のシーンを追わない5も送りますその線を追ってくださいちゃんとねはいあっちも間接的に1のシーンを追ってないんだよまあまあ窓、ま、1、あ、夜が来ました,のをたとこ目を閉じてくださいはん髪なし髪なしシステムやめてほしいな髪ありにしてほしいな 処刑なしと紙なしはちょっとやっしいなあと護衛なしもやっぱ必ず処刑して必ず噛んで必ず守って、ね、やっしいな紙なしが一番強いっすよね9ぐらいだな今白いの 大な感じはしますね結果わかってるからこそですけど朝が来ました昨夜死んだのかむんだ手紙か。8番 9番のプレイヤーは発言してください,ださいあ。6の最後の発言もひどかったけど、1級のラインが濃強って、<laughs> 1って強人でしょ。で、9は1を釣り落したの、ね、よ。なのに濃厚って、何言ってるんですかね言うなら7級のラインが濃厚でしょ。8の発言も何一つ、まあ、8じ6だよ。6の発言、何一つまとまらなかったでしょ。で、ファッションももう半端なしい。 まあ、5番さんに言うことはこれだけです。3つってください。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。同居。まあ、なんか、まあ、昨日言われた、その、今更みたいな話してたんですけど、正直、1番さんの芯がない理由って何なんですかね。え生存意欲がないから芯じゃない。話してる発言が短いから芯じゃない。じゃなくて、単純に6番さんも7番さんもおかしかったって僕、初日言ったと思うんですけど、 うん、だけど、2番さんが1番ずりみたいな感じでして,してたんで、なんとも言えないですけど、まあ、何なんだろうな、なんか1番さんが真である要素は、6番さんと7番さんが偽だったからっていう風なんですよ。でも、みんな1番が真だってことを追わずに、なんか6番ぐらいの真で絶望してるからってなってるんですよ。うんで結局 ちょ、うん、っと白なんだろうけど、ね、なんか5番さんに選投票してください。いやもう無理じゃんってなっちゃってますね。5番のプレイヤーは発言してください。1番さんが真の占い師だったら、さっきの週でゲームは終わってる。さっきもしくはもう PP で、えー、前の前の週で終わってるはず。<や>終わってるはずだよ。終わらない単純に1番が真だったら。終わらない終わらない。だってもうね。ねえ。 完全にね、もう76ね生き残っちゃってる時点でもう今日中に出て終わらせないための作戦ですね占いローラーはうんもう9番さんだったら騙されていいよ9番さんだったら騙されていいもう3番に行く以上。投票を始めてください。

いやー5もちょっと黒かったなー迷っちゃったけどよく逆囲いしましたね黒囲いしたんだやっぱ自信でしたねうーん逆囲いかー 6番さんは強人で1番さんのことを狼に九一狼に相手を見てターゲットを絞って9に黒を出したって感じでしたよね。すごいか。5七か三んだなって感じでしたね。そうかそうか。やっぱカレ井ドに言及する人は黒なんですね。カレ井ドに言及しようとしてしなかった。これは黒要素。7番さんの6が白いっていうのもちょっとよく分からなかったよね。5番さんが。 5番差が一番最初にりるの出てほしいって言ってたし、ここがおかしかった。で、ヘイトをばらまき散らしてたからね、7釣りでもよかったかな。まあでも発言順的に仕方ないね、1番差の直前にだったから。切 <laughs> れてる女は白 <laughs>。もうでもそれ考え始めたらな。まあ、感情的になりやすいって女性はね、統計学的に言われてるけど。 お疲れ様でした、じいじい。7、2、狼やってたのかこっち逆でしたけどね。